赤番のホームへと出ています。4番の加藤が前受けで、中部近畿勢の直後は外に2番の内山の静岡勢、内に1番の鈴木健太郎といった体制で、ジャン周回のバック4番の加藤誘導の後ろのままで、2番の内山が抑え込みながら、鈴木健太郎を抑えながらのジャンとなりました。2番の内山先頭へと接近して、4番の加藤今度は下ろすか突っ張るか、4番の加藤幹事、しかし2番の内山が最終ホームで先頭に立って、今度は4番の加藤幹事の外から1番の鈴木健太郎の巻き返し、2番の内山を襲いかかって1番の鈴木と内山のもがき合いで、今度は短期1番の鈴木健太郎が前に出る。6番の三浦雄太が自ら縦足を伸ばしてきて、現在は3番手の外、渡辺春人も交代していきました。5番の内藤がさばいて3番手から、そして後方3番の松田春之も追い込んでくるが、1番の鈴木健太郎が先頭で合流、2着2番の内山と5番の内藤並んでいます。